さあやっていきましょうか。バイオハザード4。ここにいるガナードは普通の目してたね。ガナードじゃなくて武器商人か。はい。まあガナードなんだけどね。ちょっと待って。なんかね、何回プレイしてもここに、こう走る瞬間だけなんかベリースローモーションになっている気がする。という話はまあいいとしてですね。まあ今回もね、やっていきましょうか。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから、この動画ご覧いただけたら嬉しいでございます。今回はね、U3 っていうボス戦から始めていく予定にしてます。予定というか、まあ、予定というかまあ、確実にやるんだけどね。で、こいつがね、なんかわからないけど、苦手なんだよな。だから、まあちょっと1、2回死ぬことを覚悟で、まあ早速やっていこうと思います。で、これにね、気づいてここに落としてるっていうね。わざわざね、残る場所に落としてくれてるっていうのがね、こう優しいよね。これが崖の下とかやったらさ、あれ、アシュリーの信号が崖の下から来ているってね、もしかしたらレオンそこから飛び降りていって、二度と目の前に現れてこないみたいな、そんなね、ことがあったかもしれない、ね。ということで、ガツンと来てる。こいつオスなのかな？メスなのかな？とりあえずなんか新手のケンタウロスみたいな格好してるよね。上は人間、下は、なんか、虫みたいな。はい。はい。で、チェンジ、チェンジ、マジカルチェンジ。ほい、オッケー。でね、これがね、またね、こう、やらしくさ、こう、オッケー。あ、ちょ待って、お前、引っ込めや。あ、くそ、もったいねこの時にね、ぶち殺すことができないっていうのが辛いところだよね。この時でひるませられたらいいんだけど、よし、OK。あって、こう、一瞬、たじろいだら、一旦、なんて言ったらいいんだろう。たじろがせたられたら、上に帰っていくってね。ずっと上にいて、なんかやらしく上からネチネチ攻撃してきてたら、一生なんかダメージを食らうことがなかったのにな。これちなみに知ってる方いたら教えてほしいんですけど、こう、ここで与えたダメージが、こう、後でフィールドを変えて戦う時になった時の体力に影響ってするもんなんですか？ちょっとそこら辺、そこまで詳しく僕分かってなくて、だとしたらここでめちゃめちゃダメージを与えてから行った方がいいかなって思ったりもするんだけど、あ、くそ、足りないか。残念。まあ、別に焼夷弾まではいらないから。じゃあ、これで落ちてくるんで。ふん。あれだよね、なんかさ、こいつも左手がさ、変形してるじゃないですか。で、タイラントも左手の方が大きかったりとかしてるけど、あ、ちょっと待って、焦点が焦点。あ、下手くそ。ちょっと待って、来てる。振り返って。ほい。よ、え、あ、嘘！あらー、シャッシャッターに顔のめり込ませながら、デッドか。二つ目のコンテナくらいかなと思ったか。お前のようなプレイヤーはな、武将して回復もしねえ、不届き者めが、初めからプレイをし直すことをお勧めいたそう。マジかよ。こっからやり直しか。つれえな。じゃあこれ、ちょっともう次死ねないじゃん。死んだら超めんどくさいことになるもんな。そうですか。わかりやした。仕方ない。頑張ろう。うん。一からやります。皆さん、すいません。ぜひ、お付き合いいただけたら嬉しいでございます。はい。よし。まあ、順番は変えずにね、もうさっきと同じようにシコ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 やっていこう。で、後ろからも来てるんすよ。どうしよっかな。これ、ほい。ゲイ。できるだけ遠いところでね、さっきいる、もう、やんないとね、うん。あ、来てる。おいで。あ、危ない！あ、ここにあったんだ。でも今、拾えないもんね。拾えもんやもんね。無理だもんね。来てる？来てない。オッケー。じゃあ今のうちに。あー降りてきなかった。逃げろ。危ない。XC が来られたらもう終わりだからね、本当にね。とっさの XC さすがにね、汚染は。下へ参ります。
てか、これ、てか、こんな風にさ、切り離して落としていくっていう時点でさ、このコンテナって一体どういう存在のものなんだろうね。なんでこんなものがあったのかって、U3 のアスレチックなのかな。で、U3 自体が手に負えなくなったらいつでもこう、切り離せるようにって言って準備してあった、サドラーの、なんだろう、ちょっとした U3 に対しての愛情なのかな。だとしてだいぶ歪んでるけどな。手に負えなくなったら落とすっていうのが、もう、とんでもなく、強行手段になってるからね。よし、降りてくる前に急げ。オッケーオッケーオッケー。これくらいスマートにシュッていけたら楽なんだけどね。で、これ向かってくるか？大丈夫か？来る？来てる。あ、おう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 、そっちからかよ。で、上登るんかい？へい。で、これが気づいたら待って落ちるから、ずっしん、ずっしんつって落ちてくるからな。ん？あ、ちょっと待って、あ、押した、え、ちょっと待って、押したべや！で、これがまたね、回復をしておかないと、違う、間違えた。押しておかない、押しておかない、回復しておかないと、またもう大変なことになるんで。さあ、こっから、わーう、危ない。よかった、ボタンが全く押せてなかったけど、今は。走り抜けてったら、やつの短い腕じゃ、十分長い。落ちます。降ります。で、ここで出てくるんだけど、こいつでもシンプルに攻撃しないでスルーする方が良かったりするのかな。ほら、なんか兄弟、おで食う、全部食うみたいなさ。なんかあの、近い、行って、あ、食らわねえし、マジか。くっそ。攻撃力高っけ、こいつ。OK、これでもレオンがマックスになった。ふん、甘い。もう一丁甘いってか、ちょっと待って、どっからそれ伸ばしてきてんだよ。ずるくない？ちょっと待って、攻撃が多い。危ね。まあ、上からだけ来るのはまだマシだよね。これが下から近い。ああ、ちょっと待って。なんゼロ距離でぶっ放してんだからよ。たく。こんなに苦労するやつだったっけかっていうね。まあでも意外とこう苦手なボスとして、あれだね、こいつも上げられるし、あと村長も苦手なんだよな。村長、実際、あれ、俺何回死んだっけ？ 2 回か3回か殺されてたよね、確かね。うん。まあ、そういうことが起こっちゃうんでね。まあ、苦手なキャラ苦手ということで。はい。よし。じゃあ一旦、第1ラウンドはクリア。ですね。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。この時に、次に、ね、あの勢いで教えてさ、周り鉄だらけの、やつに囲まれてて、受け身を取ることができないと思うんですけど、どうやってあっこからノーダメージであんな、こう、壁を這い上がってこれるだけのね、力を持ってこれたのかっていうのが、まあ、さすが U3 だな。何があって話だね。先にこいつ使い切っちゃうか。別に、焼夷弾使う機会ないもんな、このチャプター。ほら、めっちゃ上がってってる。これあれだな、ミライドン、いや、コライドンみたいな、あれかな、崖登りができる。ってことは、スパイス5つ食べた結果だな、こいつ。おらおら、おらおら、おら、もう一丁燃えな。おらおら、燃えろ。鉛だが、間が食いたげ、そういな。胃袋に直接ご馳走してやるぜ。脳天ぶち抜ける。こいつ頭よく見たらさ、フリーザ様なんだよね。第3形態のフリーザ様なんだよ。だって下半身完全に鉄格子の向こう行ってるけどな。え？時間差？あれ？ほい。ほい。あ、潜ってた。逃げてっちゃってーん。残念ですね。甘いですね。甘くなかった。だー、なんで俺が食らうんだよ、おかしくね。ふっと折り返って、おら、食らえ。ちょ、待って、ちょ、おかしい、おかしい。なんで。さっきまでお前この距離で食らってたら、ダメージ食らってるけどさ、ちょっと待って、ご了承。そうやってさ、しゃみでしゅかって、にょわー。全然昼間やん。
どないなってるんでございますか。わーお、まあまあして、まあ、ここは仕方ないけどやり直しか。なんかこれ、実況で撮ってた時も、今も実況か。じゃあ今実況じゃねえのかって言って、これも実況なんだけどさ、燃えろ。もう一丁燃えろ。じゃあ仕方ない。うるっ。虫の匂いは嫌いなんだ。後ろに下がれ。虫って匂いするのかわかんないけど、とりあえずこんだけなんかネチョネチョした血だったら相当臭いだろうな。うわ、近い近い。早い早い。ほら。これでも頭打つよりも、もしかして上のハサミ野郎を打つ方が良かったりする？オッケー。うわ、近い近い近い。急に近づくスピードが速い。とりあえず。んで、これに変えて、食らってる間に、オッケー。で、ほい。ほい。あ、潜ってきやがった。じゃあ拾っといて、ちょっと作戦変更。もう遠慮なくぶちかましていくことにしましょう。どっから出てくる？下しかないよね。どっから出てくるって。そりゃ下だ。あ、もう出てくるの早いな。ちょっと待って、冬。ちょっと待って。なんだよ、潜んのかよ。なんだよ、ビビってんのか、おらおら。おら、かかってこい、ゆうっと、危ねえ。もう一丁来るか。どっからっとい、危ない、危ない。あ、ま、さあ、塞いで。おら、こっち来れるもんなら、こっち来てみれ。おら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 。遠慮なくぶちかなしていくぜ。おらな、マシンガンのレオンと呼ばれた男が、ダサい異名。マシンガンのレオンって何？ソーロー？ソーローバックで立ちバック。あ、もう上がってくんのか。じゃあ、もう一回閉めて、こっちでぐり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 やってる間に、オッケー。よし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 。大丈夫ですね。よかったよかった。5万か。こいつの価値はサラザルと一緒だってことなんだよな。残念だな。よし、じゃあ残ってるアイテムをしこっと回収してしまって、次向かっていこうか。よいしょよいしょ。カチン。あ、そうか、なんか次あれか、わけわかんないテントのところでなんかタムロしてサボってる奴らがいるから、そいつらにカーッと成敗をしていかなきゃいけないってとこか。ね、よし。オープンセサミ。オッケー。今回はもう完全にスルーするけど、あそこの電気のところになぜかのさばっているカブトムシがね、いるんだけど、カブトムシって、あれ、チラって見えた人は見えたかな？カブトムシってそんな明かりに群がるようなガーみたいな、そういう習性だったのかな。とか、そもそも虫がなんで明るいところにその群がっていくのかっていう理由を僕知らないですけど、まあ、ググったら多分すぐ出てくるんだろうけど、なんか、その知識を、なんか、調べるっていうのが、なんとなく負けた気分になっちゃうから、わかる方ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。うん。まあ、僕、本当かどうかわかんないんで、そのいろんなコメント仮にもらったとしてもね、まあ嘘だったとしてもそれが本当のあれだと思って、知識だと思って、いろんなところでひけらかしていきたいと思いますんで、ぜひね、本当のことをコメントで残してくれたら嬉しいです。あえて念押しをしておく。ネット民の人たちってさ、すぐ嘘つくじゃんねえ。あたかも本当の知識のようにさ、最近YouTube のショート動画とかでもさ、なんか雑学、なんか知って得する雑学みたいなこととかでさ、いろんなこと流してきたりする人いるけどさ、あれ大概ね、嘘か、もう知識が古すぎるかっていう情報ネタばっかりだからね、うん。実際に役に立たないし、なんかそれを知った風に言ったら実は違ってますよみたいな、超恥ずかしい目にあったりとかするから、うん。まあ残念ながら、
そういうので流れてくる知識が、まあ、本当なのかどうかっていうのを調べるときには、まあ、ちゃんとね、論文引っ張ってきたりとか、そのくらいのレベルでやった方がいいと思いますよ。うん。まあ、ちょっと今具体的に何かっていうのはないけど、まあ、大概ね、それも嘘だぜっていう、まあ、僕筋トレをよくするんでね、まあ、筋トレの界隈なんかでも、その、まあ、高重量でやったらいいのか、低重量でやった方がいいのかとか、じゃあ回数はどうだったとか、1RM の重さをどれくらい持って、こう、筋力アップにつなげてったらいいのかとかって、いろんなのがあるから、そういうのをいちいち、ね、ネット情報で調べて、これが正しい、これが間違ってるとかっていうのはめんどくさいんだけど、やっぱり自分の体をね、より良いものにしていくっていうことを考えたら、そこを調べる時間って惜しんじゃいけないわけですからね。うん。っていうことを考えると、まあ、どのくらいの知識を持って、まあ、何を持って調べたらいいのかっていうのは、まあ、ぜひね、いろいろと、うん、試行錯誤してもらえたらいいんじゃないかなっていう、急になんか、もう全く、こう、日本語にもなってない、尻滅裂なこと喋り始めてるけど、まあ、そろそろちょっと、実況が終わるところまで来たんでね、はい。ということで、まあ、この、はしごを登ってったらね、上半身ムッキムキの8パック野郎と会うことができるんですけど、そもそもこのクラーザの仲間のメモって置いてる時点で、仲間誰なのよっていうね、クラーザの仲間誰なんだよってね。まあまあ、そんなツッコミはいいとして、はい。ということでね、本日もね、このあたりで終わりにしたいというふうに思います。動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して応援引き続きしていただけたら嬉しいです。ではね、また明日お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。目が赤いな。